仏郎気イ石ビアとは、室町時代末期に伝来した火宝の一種。元来石弓の一種を指した語であったが、同様に火薬を用い、石を弾丸とする、シュタイン・ブーックスの訳語としてこの名が使われた。フランキ、ハラカン、国宝とも言う。ただし、江戸時代では、ボービアと呼ばれる史上の飛翔物を大筒で発射する、術が登場するに及び、 それと区別する意味で、単に球場の金属弾を撃つ方を石部屋ということが多いため、江戸時代の記録に石部屋とあってもフランキを刺すとは限らない。青銅を用いた鋳造製で、鳳凰に開けられた穴から直接点火して発射する。最大の特徴は方針に火薬や弾丸を直接込めるのではなく、古砲と呼ばれる火薬と弾丸を装填したものが別体式になっている点で、 いわばカートリッジのような構造である。これを死亡法という。これによりあらかじめ古法を複数用意しておけば短時間で連射が可能となる。この形式はヨーロッパでは当初関西法として好まれた。有点温度が低い精度を鋳造性のため、比較的製造は容易であるが、主原料の銅は鉄に比べて効果である。弱点は本体と古法の間から、 発射ガスが噴出することで、そのため前装式の方に比べて威力が劣ることであった。後には、鉄砲の製造技術を用いて誕生される鉄製の大筒や和製大砲などの前装式にとって変わられることになる。石部屋の初見は、大友総林が天正年間に南蛮人から購入した死亡砲で国崩しと名付けられ、薄木城の戦いでは攻め寄せた。 島津軍を撃退した。安土桃山時代の後期には、国内で製造されるようになり、文録、継承の役や関ヶ原の戦い、大阪の陣などで用いられた。ちなみに、江戸初期までは大光景の大砲のことは、すべて石部屋と呼んでいたようで、国史大時点によれば六百三十九年、非全国平戸で作られ、江戸幕府へ贈呈された旧砲や、1841年に、 高島周藩が作った大砲が石部屋と称されていた。現存法としては靖国神社優秀館に合計9 5ト、mm、ル全長2 8 0 0ト、mm、ルの仏老記法が所蔵されている。日本映画もののけ姫には石部屋州なる集団が登場するが彼らが用いるのは民で発明されたヒアリの改造品で本校の石部屋とは異なるものの劇中でこれを さらに改造し、ご葬式にしたものをエボシ午前が用い、担造に当たったタイヤ職人から国宝をなさる国宝にふさわしいと言われるシーンが登場する。ただし、作中での石火や火薬の威力は実際のものと比べ過度な表現がされているので注意が必要である。ありがとうございます。